えー、そこそこ金がある大学生です。中途半端な地方に住んでいるため行く場所がなく趣味も映画鑑賞、ゲーム、料理など家でやるものばかりなのでほとんど家から出ません。バイトはオンライン、友達を呼んでも買い物で少し出る程度です。このままだと健康に悪いでしょうかえっと、一般的にははいな、まあの。日光浴びないと基本人間って健康に悪いので何かあの定期的に家を出る習慣をつけないとビタミン D が生成できなくなりますよ。あとあの骨が あの要はあのカルシウムが定着しないのであの骨粗鬆症みたいになったりするのでなんだろう家を出る習慣はつけた方がいいんじゃないかなと思います。